い、どうも、おこみです。さて、本日はこちらの GA さんからですね、またお届けしていきたいというふうに思います。いつものごとくですね、タウンホール12と11のスーパーアタックをですね、皆さんと一緒に見ていきたいというふうに思うんですけども、本日ですね、また見ていきたいのは、ネクロボーラーですね。つい先日も、ゴレネクロボーラーに関するアタックっていうのを、GS さんのリプレイの中からご紹介したんですけども、今回ですね、見ていただきたいというのは、天才ネクロボーラーということで、クエイクやジャンプの呪文に、呪文枠を割くのではなくて、ライトニングですね、ここに呪文枠を割いた場合の、ネクロボーラー、アタック。これをですね、見ていきたいというふうに思います。結構ですね、今回の対戦ではこれが光ってました。もしかするとですね、このゴレネクロボーラーっていう、いわゆるサービス終了編成という名でよく通っているこのアタックって、その通り、ゴレネクロボーラーにジャンプクエイクでも、いけると思うんですよ。結構強いと思うんです。なんですけども、対策やっぱね、されているような気がする場合っていうのは、オプションとして、この天才っていうのも持っておいて、どっちも使えるようになっておくと、結構いいんじゃないかなという気がしましたんで、ちょっとね、そこら辺っていうのを皆さんと一緒に考えていきたらなと思っております。で、まずはやっぱりこれネクロボーラーって言ったら、この人ですね、ジュンさんのアタック見ていきましょう。で、ご覧いただいてわかる通り、呪文の枠がもう、10枠も、天才系、クエイクとライトニングなんですよね。なんで、クエイク2発にライトニングが、これで何発だ ?4 発かな。で、それぞれを、この2箇所にこう落としていきますね。こことここ。落としていって、相手のマルチインフェルノと、クロスボウ2機、これを、それぞれ折っていきます。で、こうすることによって、相手のもう防衛っていうのは、防衛軍ぐらいですかね。高火力の防衛って。っていう形にしてしまって、一気に、ゴーレム、ネクロ、あとボーラーを、ボーラーいないのか。この場合はもう完全にゴレネクですね。ドバドバッとゴレネクを出していきます。で、あとはですね、この、突破艦、東海、ウォールバスター。突破兵器をなんかうまく言いませんでした。ウォールバスターに先導で壁を開けてもらいながら、このネクロマンサーが後ろ追従していくという形を作っていきます。序盤こそ、ゴーレムが盾役になって、スケルトンが生成されるまでの時間稼ぎをしてくれましたけども、もうここから先は、スケルトン部隊っていうのが前線に立っていってますね。今ちょうどこうなんていうんですかね、面でユニットが戦線を押し上げてるのが分かりますかね。これそれぞれっていうのがしっかりとこの通路真ん中というふうにそれぞれ3部隊に分かれて突破していくと。で、相手の防衛軍に対してはきっちりポイズンの呪文使うことによってネクロマンサーちょっと残っちゃいましたけども、この辺束になっているバーバリアンとかがそのままを殴り倒してくれましたね。中央にはバーバリアンキングが入ってくれていて、そこにネクロマンサーがついている状態。で、むしろこの場合、両サイドの火力の方が結構熱いので、この辺ですよね。熱いので、そっちの方に結構ネクロがいっぱい流れてくれましたが、それで良かったっていうことなんでしょうね。多分中央はもう完全にウォールバスターの中に入っているユニットとかで、倒していけばいいと。なんならイーグル砲もウォールバスターで壊しちゃえというような感じだったんじゃないかと思うんですけども、この攻め方をするときのポイントってっていうのは、これはでも、ジュンさんに聞いた方がいいのかもしれないですけど、自分が思ったのは、この攻め方、タウンホール9でよく、本当やられたと思うんですよね。ゴレネクロラッシュっていうのは。で、それを禁止するような大会も出てくるぐらい、もう9では、もう、折檻したような、ものすごい、強い戦術だったんで、今もそうなのかな、なんですけども。それと同じ状況っていうのをこのライトニングで作り出しちゃおうっていうことなのかなっていうふうに思います。要は9と11の違いって、インフェルノタワーがあることとイーグル砲があることじゃないですか。なんで、ここっていうのを呪文で壊してしまう。要は、イーグル砲に関しては突破艦を、ウォールバスターを当てて壊す。マルチインフェルノには、ライトニングを当てて壊すっていうことにしていくと、あともう事実上タウンホール9と変わらない防衛力しか、ないというような考え方で、このアタックができてるんじゃないのかなと思うんですが、本当ね、今回のこの GS さんの、結果を見てみると、これで取ってるアタックめちゃくちゃ多いんですね。今回もゴレネクロラッシュです。で、同じ、
相手のマルチインフェルノ と、クロスボウですねにライトニングを当てる。ちょっとこれライトニングが足んなくて、多分こっち側本当はライトニングで落としたかったんじゃないかなと思うんですけど、落とせなかったのかな、うん、っていう風に見えましたけども。で、今回のゴレネクロラッシュはどういう風に展開していくかっていうと、この真ん中に、イーグル砲があるので、これをどういう風に処理していくのかも注目です。でですね、ゴーレムとネクロマンサーをなんとこんな風に出していくんですね。ぐるっとこう回すような形でやっていきます。このパターンもあるんだって思いましたね。いや、このパターンもあるのか。あの面でね、押していくっていう、まあ、当然方法もあるんですけども、まあ、さっきのジュンさんの配置っていうのは、ジュンさんが進めた配置っていうのは、まあ、こういうところの隙間にネクロがこう刺さってどん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 、中心部分と両脇に逸れて最終終着地点まで向かっていくっていうような、ルートが作れる配置でしたが、今回のはそうじゃないんですよね。中心にイーグル砲があって、その周りに防衛が固まっているような場合っていうのは、こんな風に、ネクロマンサーたちを外周歩かせてっちゃうんだなっていう感じですね。で、やっぱりこう突撃、突破兵器を使ってイーグル砲の角にこう壁穴開けていきます。で、ここトームもうまいことこれ、しっかりとウォールバスターに、かかっているので、ウォールバスターがもう完全に、止まることなくですね、体力もほぼ削られずイーグル砲に直撃していってますね。で、イーグル砲きっちりウォールバスターが壊してくれると。で、こうなってくるとネクロが中央に入ってきましたけども、まあ、これ多分中央に入んなくてもよかったのかもしれないですね。外周流して、で、中央にはこの、ウォールバスターが入ってくれてイーグル砲を倒してくれるっていうパターンでもよかったのかもしれないです、もしかすると。なんですけども、結果的にはネクロが中心に入って、さらに壁穴が、中央から、最終角に向かってこう開いてきているので、そこにネクロ、スケルトンが大量に流れ込んで、相手防衛軍もなんとこれスケルトン対スケルトン、もうスケルトンでタゲを取りながらもう止まらない止まらないラッシュラッシュっていう感じですね。このネクロマンサーの数ですよ、これはやばい。で、こいつらが一気に、最終角の壁まで穴を開けて展開という形ですね。いや、ネクロマンサーの可能性がやばいですね、これ。本当練習する価値しかないな、この攻め方は、ともう本当に思わさせられるというか、2週間ぐらい前に挙げたそのゴレネクロボーラーに関してもぜひ一緒に見てほしいなと思うんですけども、それと合わせてこの、ゴレネクロ天才ゴレネクロ、この2つが使えるようになったら、もう本当にネクロマスターネクロマスターってちょっと今思い浮かんじゃって自分で笑っちゃったんですけど、なんだこれみたいな、ネクロマスターに、ね、なれるんじゃないのかなっていう感じですよね。はい、ですね、こちら次、このリカルドさん、あと日本のクランさんなんですね、ちなみになんですけども、ちょっとね、都合上 GA さんのアタックばっか取ってしまって本当に申し訳ない。本当はね、日本クラン相手にしている場合は両方とも取りたかったんですけども、ちょっと GA さん側のですね、撮影、の方がちょっと今回中止になっちゃいます。で、これもやっぱりですね、ゴレネクロ、今度はボーラーですね、が入っているんですが、天才。で、ライトニング4プラスクエイク2です。これをどう使っていくかっていうと、これまたジュンさんなんですが、これですね、陸のクロスボウと相手のマルチインフェルのアーチャー等は多分おまけですね、巻き込んで一気に壊していきます。これ、地味に、この、ウィストなんかにもダメージがクエイクで入ってるっていうところが、ちょっとおしゃれというかね、見逃せないポイントですね。で、ここガーゴイルでカットしながら、ジャンプの呪文を仕掛けて、おそらくこれウォールバスターがまた対角線上この辺からこうね、イーグル砲に突き進んでいくんじゃないのかなと思います。やっぱ来ましたね、中心部分にあるイーグル砲にはウォールバスターを当てていく。で、ウォールバスターが、まあ、序盤こそ若干のこう盾役になる場面もあるのかもしれませんが、中盤以降はスケルトンが壁になってくれてウォールバスターを守っていく。で、確実に真ん中のイーグル砲にウォールバスターを当てていくという形ですね。で、高温することによって一部ネクロマンサーは中に流れるのがいるのかもしれないですけども、まあ、基本は外周を歩いていく形になると。で、今ですね、流行りのウォールブレーカーで壁開けさせない余計配置、こういうところですね、こういう隙間があるところっていうのが、実はネクロマンサーに対してはものすごく逆に脆くなってしまっていて、どういうことかっていうと、スケルトンやネクロが簡単にこう壁の中にですね入っていけちゃうんですよね。
これ外周にいるスケルトンが中に入ることもできるし、中にいるスケルトンが外に出ることもできる。なので、ネクロマンサーとスケルトンの、行動範囲がすごい、広がるという、特徴があります。そういうところをやっぱりですね、狙ってこのネクロ系のアタックっていうのを決めてきてるんじゃないかなと。で、今回のケースもやっぱり中央に、孤立したイーグル砲にはウォールバスター、その外周に対してはネクロマンサーを当てていくという形で、若干ネクロが少なくなってはきてるんですが、相手の防衛の方がもう、それ以上に少なくなってるので、こういうとこもそうですよね。この壁の隙間を見逃さずにしっかりとネクロマンサーが奥へ奥へとこう突き進んでいって、そのまま、最終核のタウンホールまで届いていくという形になります。いやすげえな、すげえ本当に。あのネクロマンサーって自分そんなにやっぱりうまくはないんですけど、今タウンホール13でも、グランドウォーデンのオデヒーからの天才ネクロっていう、戦術がね、スターズさん、星マークでその名前が統一されているグロチャのね、グロチャじゃないわ、今の世界ランキング、そのレジェンドの世界ランキングを席巻している方がいて、その方が、生み出したと言われている13のアタックがあるんですけども、オデヒーネクロラッシュ、これにものすごい近い形ではあるんですが、それよりもむしろこの11の、このボレネクロに天才混ぜたものっていうのはより破壊力があるなっていう、そんな印象すら受けますね。すげえこれ使えるようになりたいですよね。ちょっとこれマジ練習したいなって思っちゃうんだけど。で、あと2本いきましょう。タウンホール12も見たいですよね。で、これ、次、自由の U さんのアタック、ご覧いただきます。で、これはゴレネクロボーラーなんですが、天才で、呪文枠を、合計10枠持っていってると。クエイク1のライトニング4で折っていくんですかね。さあ、タウンホール12でですね、このクエイクとライトニングのレベルマックスになるので、非常にこれ強いですね。12におけるそのレベルマックス呪文っていうのは、言ってみれば13で主力級で使われているクエイクとライトニングが、12でもね、レベルマックスで使えるんですから、それをね、ふんだんに使って、若干これ、クロスボウはね、残っちゃうんですけども、インフェルノ、マルチインフェルノとかね、こういうところをしっかりと焼いてというか、その、へし折っていけるので、美味しいですね。そうしたら、あとは、一気にウォールバスターにこれ、トームをかけてタウンホールまでこれ届かしていこうっていう狙いがありますね。こういう面で押していくタイプの、ゴレネクロボーラーアタックっていうのは、前もこの人お話ししたかもしれないですけど、多分ですね、自分が思うには、壁に対するアプローチがすごい重要で、どういうことかっていうと、すべての防衛施設にどこからか、ネクロマンサーの攻撃が届くようにするってことですね。例えばこれだったら今ネクロマンサーがこれ中の金庫を殴ってるじゃないですか。で、ここ中央に入った部隊っていうのがタウンホールにリーチするためには、やっぱりこの壁を越えなきゃいけないんで、ここに関してはジャンプを打つ。でも、こういうところですよね。こういうところ、こういう対空砲なんかは少し奥まって見えますけども、これ壁の中にネクロがこう入ってきて撃てちゃうんですよね。こっちの対空砲も同じです。中心部分を突破したネクロと、横から来たネクロが壁の中に入ってこう撃てるようになってるんで、こうすることによって壁を壊さなければ、攻撃ができないような防衛施設っていうのを、なくせるような、壁に対するアプローチをしていくっていうのが多分重要なんじゃないかなっていうふうに思うのと、序盤ですね、序盤でなるべく高火力と当たっておくっていうこと。今回で言えばここ、シングルインフェルノと防衛、あと相手のアーチャークイーンとかが序盤にやりましたよね。なんでここで早めにトームをかけてあげて、ネクロマンサーとスケルトンがまだほとんどやられてませんよという状態でトームを効かせることによって、一気に中盤のその高火力を押し切って、終盤あとは、相手の火力が弱まったところにもうネクロの数、スケルトンの数、これで押していくという形じゃないのかなと思うんですけど、この本当ね、GS さん、たくさんこのネクロボーラーとかネクロラッシュを使う方がいるんで、それを自分なりにこう一生懸命見させていただいて、今思っているのがそんなところですね。参考になればというか、幸いなんですけども、これ、ラスト見ていきましょう。ラストはですね、スーパーネクロマンサー行ってみたいと思います。これも同じような感じでやっていきます。トキさんのアタックですね。これこそまさに、タウンホール、13のオデヒーネクロラッシュに近い形ですね。どんな形を作るかっていうと、ここ、今、マルチインフェルノを壊しましたよね。で、それを壊したら、その、なんていうのかな、この天才で壊したところのちょっと外装側、この辺ですね、ここ。
ここに関してもグラウンドブレーのオディヒで壊していくんですね。そうすることによってここが丸々削れたような格好になります。こういう風にこの削りをしてから、あとはスーパーネクロマンサー発進ですね。必ずこっち側に行くじゃないですか。こっちには反れないような感じを形を作っておいて、しっかりと、スーパーネクロマンサーをもう一箇所に集めながらこう歩かせていく。でこれがタウンホール13のオデヒ天才ネクロラッシュの、まあ、基本形になると思うんですけど、で思うんですけどって言い過ぎかなんか、うん、ちょっと謙遜しすぎたかな、ですはい。でこれねスーパーネクロマンサーを使っておりますけども、これを本当に普通のネクロマンサーに変えたような攻めでも、まあ、十分これは成立すると思うんですが、相手がマルチインフェルノ3本ありましたんでね、まあ、1本は天才でおるにしてもマルチインフェルノ2本をやっぱり相手にしなきゃいけないとなると、こういうスーパーネクロマンサーの方が、やられにくいので、単体の HP が高いというところをですね利用して、むしろこのマルチインフェルノを、のダメージっていうのも、まあ、ほぼほぼ意味ないですよ状態にしながら突き進んでいけるというところですね。何せ単体でもう3000とか体力があると、こんな感じでヒーラーがついたらマジでやられないですからね。このスーパーネクロたちってマジで可愛い顔してえげつないですよね。でタウンホール最終格にこれが残っちゃうんですけども、スーパーネクロを使う場合っていうのは意外とこれがいけちゃうんですよね。スーパーネクロ自身の攻撃力と体力がめちゃ高いので、これゴリ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 殴っていって、もう本当にビッグボーイだっけ、このでっかいスケルトン、こいつもそこに混ざりながらもう力技でタウンホールを落としていく。なんといってもスーパーネクロがやられないやられない、全然やられないですよね。これやられずにそのまま、もう時間だけが敵ですよと言わんばかりに、もうじわりじわりとですね、相手の防衛を追い詰めていくと。でこのスケルトンは多分どっかで使い忘れちゃったんでしょうね、きっとどこで使うつもりだったんだろうな、これ。このスケルトンタウンホールかな、相手のアーチャークイーンを捕まえるのに使うはずだったのか、ちょっと、またはマルチインフェルノのところで、タゲ取り役として使おうと思ったんですかね、ちょっと分かんなかったですけど、結果的にはもう回収用のスケルトンという贅沢な、使い方になって、この数残しての全開ですね。いやー素晴らしい、すごいですね。 GS さん、もうやっぱり、日本のいろんな大会で、タイトルを舐めているという、まあ、もう実力に関しては疑うところのないクランさんだと思うんですけども、そのクランさんの主力戦術であるこのゴレネクロボーラーね、こうねたくさん見させてもらえる機会って本当なかなかなくて、この配信許可してくれたことに改めてこう感謝するところなんですけども、自分もね、これぜひ練習して身につけたいと思いますし、皆さんの攻めのねレパートリーの一つとしてこれがもし、ご参考になるようであれば自分も嬉しいなというふうに思いますので、この動画参考になったよということでありましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、今後もですねタウンホール11、12、そして13、この3つのタウンホール帯の動画、幅広く上げていきますので、今後もご視聴いただけたら嬉しいです。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。